ウオズマイボツリン博物館乾燥展示館に展示されているマイボツリンウオズマイボツリン博物館同ー館で展示されているマイボツリンウオズマイボツリンは富山県ウオズ市で発見されたマイボツリン。国の特別天然記念物に指定されている。ウオズマイボツリン富山市ウオズマイボツリンの1930年ウオズ港改修工事の際に海底で発見され、 その後1952年や1989年、2016年にも発見された。いずれも海面下に残されていたことから、かつては発見場所が地表面だったことを示している。これは約3000年前に片海側の氾濫による土砂流出によって杉原成林を埋没させ、その後の海面上昇によって現在の海面より下になったためと考えられている。 発見された樹木の多くは杉であり、大小約200ほどで最も大きなもので直径4メートル、周囲12メートルある。1936年に国の天然記念物、1955年に特別天然記念物へ指定された。現在は、魚津市の魚津米没林博物館に保存展示されており、一般にも公開されている。2007年、 日本の地質百選に選定された。ありがとうございます。